合ということをキーワードに、ダンス、演劇、美術、音楽などのジャンルの境界を横断していくような生産的な作品を中心に紹介してまいります。特にショーホールと美術館ギャラリーでは会期中のほぼ毎週末に公演を予定しております。ショーホールではジャンルを超えて活動を行っているアーティストによる複合的な劇場作品をご紹介いたします。愛知トリエンナーレのオープニング室として登場しますのが、平田織田と石黒博史研究室によるロボット版森の奥です。大阪大学の協力によりまして、世界的な演出家、作家である平田織田とロボット学者の石黒博史がタイアップをいたしまして、愛知トリエンナーレのオープニング公演を初演いたします。次に今回新しく追加になりました、スペインとスイス出身の男女によるデルガドフィッシュです。写真の通り、鍛えられた美しく強靭な身体から繰り出されます動き、そしてエスプリの効いた演出が絶妙なバランスを見せる両作品です。次に梅田博明です。振付、ダンス、音楽、照明デザインまで自らが手掛けるマルチアーティストです。日本初演を含む2つのパフォーミングアーツ作品を紹介するほか、元ボウリング場におきましてインスタレーションを発表し、パフォーミングアーツとビジュアルアーツ双方からのアプローチを行う唯一のアーティストとなります。ヤン・ファーブルです。美術、演劇、ダンス、オペラなどジャンル横断する活動で知られている彼のアビニオン演劇祭で上演された女性ソロによるパフォーマンス作品を日本初演で上演いたします。チェルフィッチです。日本のパフォーミング扱いで現在大変な注目を浴びている劇団チェルフィッチが愛知トリエンナーレのために新作を上演いたします。この作品はトリエンナーレの移植作品として愛知での初演後、パリ、イタリア、ベルリンへ巡回することが決まっております。ニブロールです。振付家、映像作家、音楽家、ファッションデザイナー、照明デザイナーなどディレクター集団ニブロールはトリエンナーレの新作を制作上演いたします。プレイベントとしても登場しております。ショーホールの最後です。世界的なダンスカンパニーローザスからは彼らのデビュー作でもあり、また昨年リバイバルされたローザスダンスローザスという作品を愛知のみ単独公演で上演いたします。次は大ホールです。世界的にも評判の高い本格的な大劇場にふさわしいスケール感のある総合舞台芸術を展開いたします。ドライアップシートという作品です。愛知トリエンナーレのフィナーレに合わせて行います。ローザスの振付家であるアンヌ・ジェサ・ドゥ・ケース・マイケル、そしてコンセプチュアルな振付家であるジェロン・ベル、ベルギーを代表する現代音楽のアンサンブル・イクトゥスが舞台上で繰り広げるダンス、音楽、そして美術などが融合した作品です。大変前衛的な作品でして、フィナーレを飾りにふさわしい作品になると思われます。そして9月18日、20日に発表されますのがプロデュースオペラ、ホフマン物語です。ホフマンの小説をもとにオッペンバックが作曲した大作です。指揮はイスラエルのアッシャー・フィッシュ、演出は小国ジュンと、オペラ劇場にふさわしい豪華な顔ぶれでトリエンナーレに合わせて制作されます。キャストはほぼ確定しておりまして、またチケット先行販売も順調に発売されているということです。ギャラリー G ではより美術的な視点からジャンルを横断する実験的な表現を紹介してまいります。アントニー・ベアです。ベルリンを拠点に活動し、振付家、監督、パフォーマーであり、映画制作も手掛けています。女性なんですけれども、アントニアです。感情の起伏や表出の仕方の多様性をミニマルなアプローチで作品にしています。ボリス・シャルマンズです。フランス出身、在住の振付家です。レンヌ及びブルターニュ国立振付センターの芸術監督を兼任しています。社会に対するクリティックとしてパフォーミングアーツの可能性を探求するさまざまな表現を試みています。この作品は一人ずつビデオを見ながら体験していくという体験型の作品になります。ラ・リボットです。スペイン生まれのラ・リボットはダンサー、振付家、ビジュアルアーティストとして活動しています。ユーモアとエキセントリックさ、そして言葉に対する深い解釈が作品の特徴です。約6時間という長さの
ラッピングフォールという作品のほか、新作の公演を予定しております。スティーブン・コーヘンです。ビジュアルアーツの制作と並行してギャラリー、美術館や公共空間にてパフォーマンスを実現しているスティーブ・コーヘンです。南アフリカ出身の白人、そしてホモセクシャル、ユダヤ人であるという彼は、アイデンティティの中に潜む疑問をテーマとした作品を発表しています。愛知トリエンナーレでは、シャンデリアという作品のほか、名古屋をリサーチしたサイトスペシフィックな作品の公演を予定しております。イギリス出身のセム・エチェウスです。劇場、インスタレーション、ビデオ、ニューメディアといった多様な形式が用いられます。日常の言葉やシチュエーションを詩的に用い、神話や既成概念への挑戦、現代社会における夢や悪夢を表現していきます。トリエンナーレでは公演時間が6時間にも及ぶ質疑応答、耐久レース、クイゾーラ他新作の公演を予定しております。ドニア・クーダナです。自身の体を表現媒体として社会との関わりのさまざまな生き方をパフォーマンスやビデオなどのメディアで紹介しています。近年は公共空間に自らの体を横たえる写真のようなパフォーマンスを行っています。既存の劇場やギャラリーを飛び出して行う屋外公演です。まずコンタクト・ゴンゾーです。彼らは人と人との接触、コンタクトという現象に起因するさまざまな状況がまるで殴り合っているかのようなパフォーマンスとして道行く人々を驚かせているパフォーマーです。パフォーマンスを撮影した映像を YouTube を使って発表するなど、メディアとの関わりでも新しい視点で注目をされています。いつどこで殴り合いを始めるかわからないようなスリリングでハプニングとも言えるようなパフォーマンスを展開する予定です。マコトクラブです。アートの森でも登場し大変人気を呼びました。マコトクラブはダンサー、振付家、円田誠の呼びかけで結成されたカンパニーです。物事の境界線の狭間に注目して脱領域的な作品を創作しています。活動は劇場にとどまらず、美術館、駅や電車内、映画館、役所、商店街など野外のオープンスペースへと広がっています。トリエンナーレではさまざまな会場を回遊するような気象天外なパフォーマンスを計画中です。